本当にあなたが1ヶ月間無一文で正体を明かさずにベイジルタウンで暮らせたら第7地区は差し上げましょう。差し上げるってくれるの本当に？ええ、その代わりもしあなたが途中で断念したら私が第8地区と第9地区を頂戴します。1ヶ月の間に1分でも町を出たらあなたの負け。どう？いいのね本当にくれるのね第7地区。あなたが1ヶ月暮らせたら暮らすわよ。よかったわねくれるって人参。1ヶ月なんてとても無理です。無理じゃないわよ。無理だよ君には。半日だって無理だ。ロイド社の社主マーガレット嬢は1ヶ月間無一文で正体を明かさず、こいつら最初から。おやおや、こいつらとは。どういうことですか。なんでわからない。これはビジネスの話。ベイジルタウンの再開発はあなたにとっても大きな夢であるはずです。そうでしょ。まあ、そうです。留守中は会社の全権をあなたに委ねます。いいですね。はい。スーツケースにお入れしておきますね。だから持ってっちゃいけないんだってば。ルールは守って。はあ、ミゲール、君さっきこの契約書読んでたろ。ですが幾度読んでもにわかに信じがたく。ちょっと二人きりにしてくれないか。どの二人でしょう。え、二人きりというのはどの二人かなと。わからないんだ。いえ、言ってみただけで。商売から弁護士ってのは言ってみるんです。少しベッドで休みたいの。お家の中に。お家の中よ、ここが。なんですって。そうだ、王様。なんですか。王様。王様だよ。王様だったの、兄ちゃん。うるせえな、こいつらが勝手にそう呼んでんだよ。王様だよ。王様とハム。ハム。俺はドクター。こっちの可愛いおばちゃんがサーカス。一日に何度来てもいいの。一応一日一回って決まりですけど、大丈夫ですよ。ベイジルタウンは第7地区か第9地区までじゃなかったの。それがあったんです。第10地区がこれまで分からなかっただけで。どうして分からなかったんです。あれば分かるでしょう。狭いのです、非常に。大抵の人間が地区としてみなすのを怠るぐらい。どのくらい。25平米。25平米。5メートル5メートル。第10地区全体が。この金は見逃し代としてもらっとく。えなんてね。なんてねじゃねえや。やることなくなったら寝るしかないだろう。もうちょっと小ぶりになってからにしましょうよ。はい。で、どうするの。なんか夢見てやがんのかな。どんな夢見てんだろうな。俺出てきたりしてねえかな。いや、お前もな。俺やお前がさ、出てきてほしいんだ。だってこんだけ世話してやってんだから、出てきたっておかしくねえだろ。お前は出てくるぞ、俺の夢に。しかしこんなんでこいつ今までどうやって生きてきたんだろうな。どうやっても何も。婚約者待たせてる大会社の社長さんなんだから。頭の中では。なんだかちょっとかわいそうになってくるな。そうね。私は今すぐマーガレット様をお迎えに上がります。私はお嬢様がご幼少の頃よりおそばに仕えております。マーガレット様が私のお世話なくお過ごしかと思うと。
マーガレット様をお守りするのが私の生きがいでございます。私の夢に出てきた人を連れて。また夢を見たの？うん、見ちゃった。どんな人？初めて会う人よ。女の人、マーガレットっていう。それ本当にお前の夢に出てきた人？ええ、顔は夢の中では分からなかったけど名前が一緒なの。マーガレットっていう女の人が婚約者を残してこの町にやってきて町中を壊すのよ、何もかも。え、そんなのが来ちゃったの？伝道所に来ちゃった。壊せそうな人だった？壊せなさそうな人だった。父ちゃんと二人きりのかくれんぼだ。俺ガキの頃からでかかったからすぐに見つかっちまうんだけど、父ちゃんはよく気がつかねえふりをしてくれた。優しいお父様ね。うん、いい父ちゃんだったよ。この町の腕のいい鍛冶屋で何でも作ってくれた。だけどある頃から何があったかは知らねえけど借金こしらえて。